ちゃう。餌とか投げ置かないでね。ちょっと旗やってんつ。餌を回収しときましょう。餌、あ、じゃあ俺餌回収する。はい。ちょっと、いいサイズで。お？いいらしい。あ、見えた。見えたで。見えた。それちっちゃいキラ。キラ？見えた。あああね、あね。この方向、この方向。で、そんな遠くに投げんでいい。あ、いいな。あ、それ行き過ぎ。あ、大丈夫か。あ、いいね。徳ちゃん、それそこ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 。ワンピッチジャーク。そう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 ね、飛ぶまで落としてゆっくり。あー、旗の釣れたやん。もうおお来た来た来た、ガーンってきたね今。ガーンってきたね今ね。おろろ、あー、またサゴシサバがよかね、サバがよか。お、係の人早しゃ。あ、もうつけた。もうつけたと思ったところで、手突っ込んで、手突っ込んでブチってきて、ブシュッとして、そして、お、早い早い早い。あ、もうここにもう並んでるもん。ちょっと首折った瞬間、あ、気持ちいい。サイコパスや。海とバスは違うけど。海とらしい。バス舐めんの。おさあ、えい、徳ちゃん来た？来た。うろららら。トントンしようですか？オッケー。サゴシはもうできる。うん。オッケー。サゴシ。ゲット。オッケー。徳ちゃん、バスバー舐めてごめん。和解した。仲良くしようね。和解した。海とかバスじゃなくて一緒の釣りやもんね。ハハ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 。はい、サゴシ。あ、ちょっとごめん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 。あ、来た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 。楽しそうやん。寂しゃしゃしてきたわ。日もくれたことだし、このケミホタルをうちにつけようかな。ハチウオも結構餌が主流とばいね。そんな夜ケミホタルつけてとかもね。そうだった。このセットもね、タチウオセットって言ってこう売ってあったから、タチウオ用って言ってたんですよね。タチウオ用かな。なるほど。行きますよ。はい、来た。ここに入れるって。はい、ここにズドンと。濡らした、ちゃんと。あ、同じこと考えて。もうやめて、もう。OK。This。じゃあ、これで投げますかね。投げましゅー。岸田は、夕まつめ以降は深めにした方がいいってネットに書いてあったから、今が浮き下が 1.2-30cm なんで 2m ぐらいにしようかな。いやい、まあ、飛ばない。風がね、ちょっとこっち方向に吹いてきよるもんね。で、これで待っときます。で、浮きがこっち来たら投げ直す、浮きがこっち来たら投げ直す、うん、を繰り返し。さあ、徳ちゃん、釣れるといいですね。取るっていうかね。あ、もうだいぶ右まで行ってますね。そうそう、もう投げ直さんばかり。もう投げ直さないですね。多分ね、釣れ出したらバタバタバタって釣れるんですよ。マジか。はい、群れで入ってくるから。釣れんのけ、これ、本当に。なんかね、他の人見送ってで、たまにこう、ピューってアクションつけてるんですよね。あ、そう。ちょっとクッて引っ張ったりとか。一回あげようみたいな。釣れへんなぁ。誰かね、周りが釣れればね。そうね、ちょっと周りも全然釣れてないんだ。うん、おって思うけど。はい、さあ、ゆき、あの、風が強いのでね、あの、浮きの仕掛けがね、他の人のところまで行ってしまうということなんで、ちょっとワインド投げてみて。ワインディングしましょうか。ちょっと投げてみて。これチャージできるタイプ。これチャージできるタイプ。なんか荷物。オッケー。ほい、ほい、お、いいね、いいね。ほいほい、ちょっと投げてみて。くらこれでメンディング。くら、そこを取ります。
マジ怖いこれ。ほんで。なんかね、内海でしたらね、はい、潮の流れが速すぎてすぐ堤防に寄ってくるけ、うん、はい、次はちょっと外海で、外海側、はい、で 夜の部分行きます。このパターンもういいかな。このパターンってさ強い声を張ってみた。じゃあ行きましょう。はい、潮の流れ的にどんな感じですかね。潮が流れてるけ、はい、投げるよ、はい、あれこれライトついてないよ。ケミ、ケミがついてない。ケミ、ケミホタル、ケミストリー、早くユッキー、ケミストリーも早く取って、早よ秋田から来てからもうケミホタル持ってくぐらいしかできんやろ。持ってきた、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 ありがとう。あ、徳ちゃん友達来たよ、徳ちゃん友達、徳ちゃん友達、徳ちゃん友達、キムやなか。キムさ、そんあがんことできんやろ。ブーンしかできんやろ。ブーン、ブーンって言うと、ブーンって。手探り舞台行きまーす。はーい。パラリララパーラパー。まあ、これ流されても多分沖の方に行ってくれるかもしれんけん。して、徳ちゃんがジグですね。わ、やばい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 。やばい、やばい。イェーイ、じゃあ、ユキはいいのね。この間ね、三浦っちはね、ジグでつったからね。ポイント系はクレーやった、うん、ちょっと風が強いから、はい、基本ジグ作戦で、うん、一応俺は餌、餌でも餌あんま流れへんさですね、さっきからあんま、あそこから餌釣りいけそうよ、キムも餌釣り臭浮き浮き。え、当たりあれ。あれ当たりやね。これ多分餌取りやね。餌取り？餌取り？なんだ？ほらほらほら。おお、すげえすげえ。巻いてるやん。バレた。バレた。完全に分かった。バレたか。お？そう。超笑顔やった。超笑顔やけ。とっちゃん許す。でも、湾内やったらそんぐらいのそうかそうか、うん、でやってましたからね。でも、ジグが楽しそうだな。うん、この間、当たりがありましたからね、何回か。ジグいっぱいあったね。マジで？はい。いっぱいあったよ、そんぐらいの時間。おー、満月やなかった。大潮やなかったよ。大潮？大潮？いや、大潮やん。マジで、ウサギのはっきり見える。大潮やん。いい竿置きができてますね。まあまあどころや帰ろうかな。おおお、沈んだ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 、いや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 、今沈んだじゃねマジね、えバラ石、あタチウオやない、いや違う、イカっぽか、イカ、うん、沈んだっすね、餌付け替えてすぐまた行ったかような、うん、すごい顔食われた、タチウオやタチウオ、前と後ろだけ上手に食われたですね。いや、もうタチウオって信じときましょう。キム、早い餌持ってきて。バカか、はい、うわ、最悪、うわちゃんと取ってくださいよ、そやろうやちゃんと最悪やキッキッ餌つけてから沈んだっすね、ねえね、スーっていけた、うん、わ、餌めっちゃなんか期待大ですね、ね、
握手したよ。おっ、お、来た、お、お、すげえすげえすげえ、釣れた釣れた、なんだ、タチウオ、お、お、お、サバ、サバだ、サバ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 かい、一気に持ってったっすね、なんかサバ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 、あ、本当やサバや。サバ。今サバ持ってかれた、ね。持ってかれたっすね。びっくりした。バラ汗かった。でもサバ。あ、でもサバ美味しいやん。はい。ゲット。オッケー。ウェイ。ウェイ。サバでしたね。サバやったんですか。サバでもサバ良かったです。うん。サバ汗かっとったです。いやいや、そうそう。持ってかれましたからね。持ってかれたもんと。さあ次はタチウオ。サバがあんな首長を踏むんだね。ですね。この前のもサバやったとかもしれない。もしかするとですね。潮目。あ、進んだ。お？来た？来た？来た？な？え？な、な、な？サバ？サバ！サバです。今サバ回ってきてんのかな。あ、でもサバ美味しい、うん、よっしゃサバだ。じゃあサバ応援。オッケー、サバが回ってるみたいですね。今日いないね。うん、サバと竹は喧嘩してるよね。そうなんですか。そう。雪も当たりない。ジグ、ジグなんもない。なんもない。時間的な問題なんですかね。はい、もうちょっとで満潮で雪があそこに取り残されると。マジでやろ。何これ、なんか魚おるやん。どうした魚おるやん。あれ目の前ですか。うん、アイカーブにゴミです。そう、うん、ほら目の前魚おるやん。どこ目の前魚おるやん。アイでしょ。そうそうそう、ゴミです。あれ、ゴミです。あ、はい、あ、あれ、サバヤのカトルちゃん。はい、目の前と。あれですか。ゴミです。ゴミです。ああ、ドクちゃん、あそこ魚浮いとらんすか。いや、巻いて受け取りやったらクッククッとなった。ほらほら、おいた。タチ？タチウオ？だって引き方が違うよ。タチウオ？タチ？え？だけど。お？え？え？え？おお！動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。